チャールズ2世は王政復古キスチュアート朝のイングランド、スコットランド、アイルランドの王。1630年、チャールズ1世と王妃で、フランス王アンリ4世の娘、ヘンリエッタ・マリアの次男として生まれた。兄は幼くして皇居したので、実質的な着難だった。弟に、ジェームズ2世、グロスターコ・ヘンリー、妹に、オランダ総督。 オラニエ公はウィレム2世・ヒメアリー・ヘンリエッタ、エリザベス、オルレアン公フィリップ1世・ヒ・ヘンリエッタ・アンがいる。フランス王・ルイ14世は、母方の重帝で、イングランド王権オランダ総督・ウィリアム3世は、老いに、当たる。新境と革命の危険が高まったため、1646年に、カーたちとフランスに亡命し、1648年に、議弟のウィレム2世を頼って、 オランダのハーグに住んだ。同年に、父方のいとこのカンバーランドコーレパートと共に、オランダから艦隊に乗り込み出港したが、具体的な目的が定まらないまま撤退。翌1649年1月30日、イングランドを離れなかったフォーは処刑され、イングランドは、五国教、オリバー・クロムウェルらが指導する、共和国となった。同年に、イングランド共和国と接近していった。 オランダ連邦議会の圧力でフランスへ移っている。革命に反対するスコットランドは1649年2月5日、チャールズをスコットランド王として衰退すると宣言したため、6月にスコットランドに上陸、1651年1月1日にスクーンで正式に戴冠式を挙げた。しかし、同年にスコットランドへ進行してきた。 クロムウェル軍に敗れ、再び大陸に亡命した。1654年に第一次英乱戦争で、争っていたイングランド共和国とオランダが、ウェストミンスター条約を締結。和睦条件の一つとして、スチュアート系のオラニエナッサウ家の援助を断つ点が、盛り込まれ、チャールズに援助していた妹メアリーが1654年から1657年の3年間、 オランダ国内から退去させられ、1650年のウィレム二世宝魚と合わせて、チャールズにとって打撃となった。フランスも、スペインの戦争で、イングランド共和国に近づくことを考えたため、チャールズはフランスを去って、ドイツのケルンに亡命宮廷を構えた。1656年には、スペインと同盟を結び、スペイン領ネーデルラントのブリュージュへ宮廷を移し、後に、 ブリュッセルに移動した1659年のフランスとスペインの講和条約であるピレネー条約に加わろうとしたが失敗。フランスは共和国との同盟を継続。スペインも関心がポルトガル王政復古戦争の鎮圧へ移ったため、大井復帰の可能性は途切れたままであった。1658年にクロムウェルが死去すると、息子のリチャード・クロムウェルが後を継いだが、 混乱を収集できずに1659年に辞任、スコットランド中流軍の司令官、ジョージ・マイクがスコットランドから進軍して1660年3月16日に、長期議会を解散、チャールズら王党派と連絡を取り復帰を要請した。これを見てチャールズは、ブリュッセルから、オランダのブレダに移り、4月4日に、ブレダ宣言を発して、福井を提案。 この宣言が4月25日に選挙で、王党派が多数派になった仮議会に受諾され、チャールズは5月29日にロンドンに入場して、イングランド王チャールズ2世となった。即位直後に王党派への論考交渉が行われ、マンクはアルベマール公、大将軍に就任、側近のエドワード・ハイドは、クラレンドン伯爵、大奉官となり、エドワード・モンタギューは、 サンドウィッチ伯爵に、助爵、他の家臣にも、助爵、官位の授与が行われた。また、仮議会は、ブレダ宣言に基づく政治に取り組み、面積、対社法で、議会派への罪は問われず、革命中に没収された土地の回復も行われ、チャールズ2世の財源は中世以来の国王体験の一つで、革命政府の最重要施策の一つであった、権が廃止される代わりに、 クロムウェルが導入していた消費税、関税を王室収入に充てることに決定、チャールズ2世も同意したことで宣言の多くは実現した。しかし、イングランド国教会以外の宗教の関与は認められなかった。1660年12月に仮議会は解散、翌1661年4月23日にウェストミンスター寺院でチャールズ2世は 正式に戴冠式を挙行。同じ日に戴冠式に先立って、ウェストミンスター寺院に埋葬されていた、クロムウェルの遺体は、大殺しの罪で、公主刑に処された後、その首は、晒し者とされた。5月8日に議会が召集され、騎士議会と呼ばれる議会が、知性の大半に開かれることになった。1661年の婚姻条約により、1662年、 ポルトガルのブラガンサ王朝の初代国王となった、ジョアン4世の王女カタリナと結婚した。カタリナは、インドのボンベイや、北アフリカのタンジールを持参金とした。このため、これらの領土は、イングランド領となる。カタリナはカトリックで、プロテスタントのイングランド国教会の儀式には参列しなかったので、イングランドでは、人気がなかった。 チャールズ2世との間に子は生まれなかったので、後継者は弟のヨーク公ジェームズと目されるようになった。チャールズ2世には、結婚前からシャティオン公爵夫人、イザベルド、アンジェリク、ルーシー・オルター、エリザベス・キリグリュー、キャサリン・ペッグ、バーバラ・パーマーなど数多くの愛人があり、以後もネルグウィン、ルイーズ・ケルアイユ、オルタンス・マンチーニ、フランセス、 スチュワート、モル・デイビスなど多くの愛人を持った。また、認知しただけでも14人の諸子があり、愛人及び彼女たちが産んだ諸子たちに大番振る舞いの、助爵や屋敷をあてがい、陽気な王様のあだ名を取った。なお、あまりの遠服家だった王を見かねた都のいの、ドクター・コンドームが、王のために、牛の蝶膜を使った、ヒニングを開発したのが、コンドームの始まりというのは、 広く普及した俗説で、そうした意思が存在したことを示す資料はなく、コンドームの原型も、チャールズ2世の時代から約100年前に、すでに存在している。クラレンドン政権チャールズ2世期のイングランド議会は、王党派が主導権を終始握り続けた、長期間にわたる体制下にあった。しかし、騎士議会は、チャールズ2世を終始支持したものの、 財政問題や対フランス外交をめぐって、国王と議会の間の意見対立が次第に深刻化して、後の名誉革命の原因となった。また、議会とは別に、クラレンドン博が政権を取り仕切った。1661年に、議会は常備軍を解散させたが、国王警備など、一定の範囲で存続と再軍備は認められ、連帯が次々と創設された。 しかし、宗教問題で議会は、寛容を認めず、1661年から1665年にかけて、被告教徒を弾圧する一連の法案が議会で可決され、1662年のチャールズ2世の信仰自由宣言も却下された。同年、財政上の必要から、1658年に、フランス・スペイン戦争で、 イングランド領になったダンケルクを4万ポンドでフランスに売却した。オランダとの間に第二次英乱戦争が起こり、ブレダノは麻によってオランダの北アメリカ植民地ニューアムステルダムがイングランド領となった。しかし、この戦争中にベストが流行したり、ロンドン大火が発生し、1667年にオランダ艦隊がロンドンに近いテムズ川やメドウェイ川、 川口に侵入して、沿岸の町々を砲撃した結果、財政は常に日の車であり、政府借り入れと返済のための路税の徴収をめぐって、議会や指揮との紛糾が絶えなかった。カバル1667年に、英乱戦争と災害の責任を取らされ、クラレンドン博が失脚し、フランスへ亡命した後、5人の側近が政権を、担った。 彼らはその頭文字から、キャバル政権と呼ばれた。チャールズ2世は5人の上に立ち、政治を取り仕切ることを図った。また、1667年に、大倉教委員会の委員にクリフォードとシャフツベリラ5人が任命され、政府の支出監視と収入の改革を行い権限が強化され、余剰利得を接収するために、徴税受け追い人を廃止して、 中央による税の直接徴収を開始した。これによって税収は増加したものの、逆に税制の透明化が進んだことによって、歳入に対する官庁、議会のチェックが容易となり、結果的には議会による課税承認権を盾にした税制や財政への関与が進み、かえって、チャールズ2世の思惑であった自律的な財政運用を不可能とする効果を生むことになった。 大倉教委員会の台頭で、筆頭閣の第一、大倉教の権威も大きくなり、後に第一、大倉教が首相へと変化する先駆けにもなった。1668年には、スウェーデン・オランダと対仏三国同盟を結び、ネーデルラント継承戦争で、スペイン領ネーデルラントを侵略するフランスを阻んだが、これは貿易上の競争相手であるフランスの台頭を、 嫌う議会の要求によるもので、フランスで亡命生活を送り、神仏的思考の持ち主であった、チャールズ2世の本意にはそぐわないものであった。オランダ占領を狙うフランス王ルイ14世は1670年5月22日、チャールズ2世とドーバーの密約を結び、22万5000ポンドの年金と引き換えに、イングランドがフランス側に参戦するように求めた。 ルイ14世が美貌のフランス娘、ルイーズ・ケルアイユをロンドンの宮廷に送り込んだのもこの頃のことである。この秘密条約ではチャールズ2世や後継者ジェームズのカトリックへの改修も約束している。同年9月には三国同盟を締結したチューハーグ大使、ウィリアム・テンプルがイングランドへ召喚された。1672年。 フランス軍は、仏乱戦争を起こして、オランダに侵攻したが、オランダは、オラニエコーウィレム3世を、オランダ総督に立て、オーストリアやスペインと同盟を結んだため、フランス軍は撤退した。チャールズ2世は、この戦争の初期に大艦隊を編成して、第三次英乱戦争に踏み切った。特に戦争中の1672年には、軍事関係以外の国庫支出の一時停止を、 宣言したため、国内経済は大混乱に陥った。オランダのミヒールデロイテル帝徳にソウル米の海戦で敗れた上、1672年に発した新興自由宣言を議会に非難され、翌1673年に戦費承認と引き換えに撤回、被告共闘を職から排除する審査法の承認も強いられた。戦争もスホーネベルトの海戦。 テセル島の海戦で、ロイテルに連敗して継続が困難になり、1674年には、貿易再開を主張する議会の反発により、オランダとは僕、戦争を切り上げるほかなくなった。ダンビー白政権外交と内政の失敗で、カバル政権は、足元が乱れ、チャールズ2世の親カトリック姿勢に反発したシャフツベリ、ノリハンや、 審査法の承認によるクリフォードの辞任などで内部分裂を引き起こしカバルは崩壊。1673年からはダンビー博トマース・オズボーンがカバルに変わった。1677年にはダンビー博の勧めにより議会の信用を回復すべく一転してウィレム3世に名のメアリーを嫁がせてオランダと結んだが定まらない。 外交姿勢と被告教徒及びカトリックへの寛容から生じた国民の不信感は消えなかった。なお、1673年にリターン号を日本に派遣して、1623年以来途絶していた貿易関係の再開を求めている。しかし、当時の江戸幕府は、かつての関係途絶が貿易不信によるイングランド側の判断によることや、 チャールズ2世が幕府の鎖国政策の直接的なターゲットとして考えていた親カトリックのポルトガルから王妃を迎えていること、日本側にも第三次英乱戦争の情報が伝わっており、戦争に巻き込まれる危険性があることを理由にこれを拒絶している。知性の晩年はカトリック信仰を宣言したヨーク校ジェームズの王位継承問題で議会が紛糾し、 カトリック陰謀事件やライハウス陰謀事件が起こり、王位排除法案が提出されるまでになった。ジェームズの排除により、代わりに、プロテスタントで諸子のモンマス公、ジェームズ・スコットが、王位継承者に想定されたが、チャールズ2世は、王権の侵害として堅くクに、モンマスへの継承を認めようとしなかった。その際、ジェームズの王位継承を認めるグループが、通りー,ーと、 認めないグループは、ホイッグ党と称され、これが二大政党制の起源とも言われる。しかし、これらのグループ内で、離合集散が繰り返されており、この段階で、今日のような政党が成立していたわけではない。1678年、カトリック陰謀事件でシャフツベリ率いるホイッグ党が、反カトリックを掲げ政府批判を行い、ダンビュ博とフランスの密約を暴露して弾劾。 カトリックのジェームズの避難に及んだ。チャールズ2世は、翌1679年1月24日に、岸議会を解散させたが、解散後の選挙で、ホイッグ党が多数を占めた3月の議会は、ダンビー博をロンドン党へ投獄した。無議会時代1679年に、ダンビー博が失脚してからは、ハリファックス公、ジョージ・サビルが、側近となり、 議会でホイグ党の反カトリック運動を抑えて大い排除法案の廃案に尽くしたがホイグ党は大い排除法案提出でジェームズへの避難を止めなかったためジェームズをブリュッセルへ出国させた上で7月に2度目の解散を行い翌1680年10月まで議会を開かなかった3度目の議会でも 排除法案をめぐって大論争で収集がつかなくなったため1681年1月に解散2ヶ月後の3月21日にオックスフォードで開会した議会も排除法案の審議でわずか1週間後の3月28日に解散以後チャールズ2世は死ぬまで議会を開かなかったスコットランドでは 即位時からイングランドからの指令による間接統治を行い、カバルの一人でやったローダーデール公が国王代理として統治していたが、宗教制度を長老制から監督制に変えようとして1679年に反乱を起こされたため、ブリュッセルに亡命していたジェームズと交代、スコットランドはジェームズが実質的に統治することになった。議会解散後、チャールズ二世は、 ルイ14世からの資金援助と消費税、関税収入により、議会不在でも政権運営ができるようになり、ホイッグ党の切り崩しを図り、自治都市の権利特許上の再交付を通して、ホイッグ派からトーリー派に切り替えさせ、各地の治安判事もトーリー等に交代させた。一方のホイッグ党は、シャフツベリーが反乱計画の容疑で、オランダへ亡命。 ホイッグ島の他の指導者層もライハウス陰謀事件で処刑され衰退、モンマスも事件の関与を疑われ、オランダへ亡命した。1682年にスコットランドからジェームズがイングランドへ帰国。1684年にダンビー博の釈放により、裁判年はチャールズ2世とトーリー等の優勢が築かれた。同年に、 ノッティンガム博に代わり自ら海軍教に就任、ジェームズに実務を任せることで、ジェームズの復権も成し遂げた。1685年2月、ホワイトホール宮殿で、心臓発作のため倒れ、死の床でカトリックに、改収、54歳で崩御した。後継の国王にはジェームズが、ジェームズ2世及び7世として即位した。 しかし、即位直後に、オランダに亡命していた、モンマスがイングランドへ戻り、ジェームズ2世に反乱を起こし、反乱平定後、ジェームズ2世が、親カトリックと先制を推し進めたため周囲の反発で、政権は傾き、わずか3年で名誉革命が起こり、ジェームズ2世は追放、スチュアート長の先制は挫折した。王妃カサリンとの間に子はなかったが、 諸子として14人の子が確認されている。ジェームズ・スコット、モンマス・コー、バクルー・コー。バクルー・クゲノ・ソ。シャーロット・ジェミマ・フィッツロイ、ジェームズ・ハワードと結婚、ヤーマス・ハク、ウィリアム・バストンと再婚。チャールズ・フィッツ・チャールズ、プリマス・ハク、キャサリン・フィッツ・チャールズ・アン・フィッツロイ、サセックス・ハク、トマス・レナードと結婚、チャールズ・フィッツロイ、クリーブランド・コー。クリーブランド・クゲノ・ソ。 ヘンリー・フィッツロイ、グラフトン校。グラフトンクゲノソ。シャーロット・フィッツロイ・ジョージ・フィッツロイ、ノーサンバランドハク・ノーサンバランド校。バーバラ・フィッツロイ・修道女・チャールズ・ボー・クラーク、セント・オール・バンズ校。セント・オール・バンズクゲノソ。ジェームズ・ボー・クラーク・チャールズ・レノックス・リッチモンド校。リッチモンドクゲノソ。レディ・メアリー・チューダー・デルウエント・オーターハク・エドワード・ラド・クリフト。 結婚14人の子供のうち、ルイーズケル・アイルとの間にできた、リッチモンド公バーバラ・パーマーとの間にできた、グラフトン公の系統は、スペンサー伯爵家と婚姻を重ねて、ダイアナ元妃に至ることになった。したがって、ダイアナ妃とチャールズ王太子との間に生まれた、ウィリアム王子とヘンリー王子は、チャールズ二世の血を引くことになる。また、 バーバラとの間にできたレディー・アン・パーマーの系統と、ルーシー・ウォルターとの間にできた、モン・マスコーの系統は、セーラ元妃に至ることになり、セーラ妃とヨークコー・アンドルーとの間に生まれた、ベアトリス王女とユージェニー王女も、チャールズ2世の血を引くことになる。現在、チャールズ2世の子孫で、バクルークゲ、グラフトンクゲ、セント・オールバンズ区デリッチモンドクゲが存続している。 スチュワート町の家系図、ありがとうございます。